大変皆様、お忙しい中を、こういう形で交流会を企画をしていただきまして、誠にありがとうございます、各界を代表するリーダーの方ばかりでございますので、冒頭、私の方からお話をさせていただきますけれども、あとから、忌憚のないご意見を頂戴できればと思います。 今佐々木先生からご指摘のあった五つの論点をしっかり踏まえて話せるかどうかわかりませんあれ一つ一つ大変重要な課題でございますしかも昨日いろいろございましてなかなか十分に練った話もできないというふうに思いますけれども あの昨日に関わることは一番最後のあたりにお話をさせていただきまして大変今日は微妙な日の日程設定だなと思いますが、あのなるべく五つの論点に沿うような形で、えー、私の思いをお伝えできればというふうに思います。えー、私は昭和三十二年生まれの五十四歳でございます。ちょうど今上映中の三丁目の夕日という映画がございますけれども。 子のの頃の思思いいい出が大変詰まっったいい映画だと思ってるんですで私はあの頃例えば、まあ、私は自衛官の歌手官のせがれでございましたからそんな豊かな家庭ではございませんでしたけれども毎日 T シャツのようないいものはないんでランニングシャツを着てスイカの種がくっついたそんなランニングを着ながら。 三角ベースで野球をやって泥だらけで遊んでいました食卓はというと4人家族なのになぜかおふくろはアジの開きを3匹しか買わないんですね魚嫌いなのと聞いたら好きなんだそうなんですけども子どもたちが食べ終わって骨についている実を取りながらご飯を食べている姿を見ました、まあ、そういう生活をしている中でいまだにトラウマに残っていることがあってですね小学校の時に 一番好きな果物は何ですかといいういうううそ話しし合いがありました。私はバナナと言ったんですがある女性とがグレープフルーツって言ったんです私知りませんで立ち上がって講義をしました何かっこつけてんだよとちゃんと日本語でブドウって言えって言ったんですグレープとグレープフルーツの差が分からなかったぐらいでありますがその後グレープフルーツを初めて食べた時にですねおいしいものがあるんだなと思いました と、何が言いたいかというとですね、食卓で食べるものもだんだん変わっていき、そして家庭の耐久消費財も白黒のテレビからカラーのテレビに変わっていき、日々今日より明日は良くなるな、という確信があって、生活実感があったのが、あの三丁目の夕日の時代だったというふうに思うんです。残念ながら、ワブル崩壊後、 今日より明日は良くなるという確信も実感も持てなくなった人が多くなったと思います。で私は今政治がやらなければいけないのはかつての三丁目の夕日のようにですね若い人がたくさんいて毎年10%もの高度成長を遂げるような時代ではありませんが人口構成も変化をし厳しい財政状況そして経済も そんなに高い成長を望めないような時代でありますけれども、ささやかながらも、今日よりは明日が良くなると思えるような、そういう国、社会、個人の生活を作っていきたいというふうに思っています。そのために、一番必要なことというのは、これは所信表明でも申し上げました、市政方針演説でも言いましたけれども、あの3丁目の夕日の時代のように、分厚い中間層を作っていく。これが 私は大きな命題だろうというふうに思っております。分厚い中間層を作っていく際に、まず攻めの話の前にですね、守りの話からしなければなりません。えー、というのは、中間層から今、こぼれ落ちてきている人たちが増えていると思います。こぼれ落ちた後に、もう一回戻れるようなリターンマッチが可能な社会にしなければいけませんし、中間層自体の 重心が私は下に今下がってきているような気もしています。で、この状況認識の中でやらなければいけないことは、私は格差を是正をし、そして中間層からこぼれないようにするためのセーフティーネットを作る、落ちた後はトランポリンをするようにまた戻ってこれる、そういう社会を作ることではないかと思っています。でそのためには 私自身は人類が長い間命がけで獲得してきた価値というのは一つは自由という価値があると思いますもう一つは平等という価値があると思いますこの自由と平等を両立させることが人類の英知だと思うんですが私はある時は自由という右足を踏み出さなければいけない局面があると思いますある時は 平等という左足を踏み出さなければいけないときがあると思います。まさに人間のあるときの二足歩行と同じであって、あまりにも社会主義統制経済みたいなときには、規制緩和をどんどんやって自由という右足を踏み出すことが世の中にはプラスです。でも、格差が間違いなく出てきているというようなときに、そして貧困層が増えるような時代においては、平等という 左足を前に出すということが世の中のためになるだろうと思うんですが、その意味においては、今この転換期において、私は本来は自由主義の方を勝ると思ってやってきました。だけど、今の局面においては、平等という左足を踏み出すことがプラスではないかと思っています。したがって、今、税制の話は、消費税ばかりに焦点が当たっているんですけれども、私は、 高所得の皆さんに対するその課税を引き上げるといった再分配機能の強化、あるいは資産課税についても、これはやっぱり一定程度ですね、再分配機能強化という視点の税制改革は必要だろうというふうに思います。で、その上で、これは未来永劫ではありません。また、自由という右足を踏み出さなければいけない時があるかもしれませんが、それをきちっとタイミングを外さずに、 正確な判断のもとに、果断に実行するのが政治の役割だというふうに思っています。でその際に必要な政策というのは、まあ、今、非正規雇用が増えていますが、そういう皆さんの扱いの問題であるとか、求職者支援制度とか、今、手がけ始めていますけれども、そういう問題をしっかりとクリアをしていくことが今、大事だと思います。からもう一つは、これは今、どちらかというと、守りの姿勢であります。分厚い中間層を 復活させるには、やっぱり経済が成長しなければなりません。で、そのためには、やっぱり日本の得意技は何なのかということを見極めながら、その力を引き伸ばすことだと思います。今、私どもの政権では、菅政権の時にまとめられた新成長戦略を踏まえて、それを加速させようとしていますけれども、その柱になっているのがライフイノベーション、そしてグリーンイノベーションであります。 なんだかんだと、日本の医療や保健制度、いろいろ言われますけれども、だけども、世界一の長寿国であって、新生児の死亡率が世界一低い、これはすごいことです。それを実現をしてきている国でありますので、医療や健康産業をさらに得意技にしていくならば、それを見習おうという国は間違いなく出てくるだろうと思います。もう一つは、グリーンです。 オイルショックの経験を経て、世界一エネルギー効率を改善をし、感たる省エネ国家になりました。原発事故という大変国難とも言うべき事態を迎えておりますが、再生可能エネルギー、この普及に力を入れながら、さらにエネルギー効率を改善をし、低炭素型の社会をつくっていくイニシアチブを日本が発揮をすること、そこにもビジネスチャンスは間違いなくあるだろうと思います。 こういう分野をしっかりと抑えて、そこに貴重な財源を降り注いでいくということと、あえて言うならば、私は海洋、そして宇宙にも力を入れたいというふうに思います。海洋は、ご承知の通り、排他的経済水域、日本が管理できる水域は、世界の中で6番目の面積です。国土の面積は60番目と 小さな国でありますが、海まで見渡していくと広いんです。広さでいうと6番目。海は立体です。深さがあります。日本の管理水域内における、いわゆる体積で考えるならば、世界で4番目です。5000メートルよりも深い海は世界一日本にあありりまますす日本周辺ににそこにメタンハイドレード等の資源もあります。 そういうところにフロンティアの開発をしていくことも必要です。宇宙、ロケットを飛ばし、衛星を飛ばせる、そして、車上もある、国際協力の下で宇宙飛行士も育ってきました。私は宇宙も手を抜かなければ宇宙先進国であると思います。その先進国の意味は何があるか。地球の息遣いを一番 感じられるる国になりとということです地球の息遣いを一番感じられる国は、地球への貢献もありますが、そこにもビジネスチャンスはたくさんあるだろうというふうに思います。こういうところに、現状に甘んじるんではなくて、勇気を持ってフロンティアを開発をしていく、そういう国でありたいと考えております。国内の問題だけではありません。 だんだんと残念ながら日本は人口が減っていきます。8000万人になるかもしれません。だけども、アジア太平洋地域を見渡していくと、まさにこれから巨大な中間層が現れてくる。多くのインフラの市場があります。ここを取り込まない手はないはずであります。文明の発祥を見てみますと、黄河や メソポトビアやナイルやインダスやというところでありましたが文明の中心はギリシャ、ローマからヨーロッパに渡り大英帝国の時代になり20世紀はアメリカ中心の時代を迎え今もアメリカの力は大きいんですが間違いなく西に回ってきていますそしてこれからまさにパックス・パシュフィカアジア太平洋の時代だと思いますアメリカがアジアへの会議 これ当然だと思います。これからの時代はアジア太平洋の世紀だと思います。この世紀において、せっかくのこの地域にチャンスが巡っているときに、元気のない日本が老化をしていくんだったら、本当にもったいない話だと思います。私は、今日本が国としてしっかり戦略的持たなければいけないのは、アジアの東端にある、太平洋の西端にある、 このアジア太平洋地域において、ルールメイキングに積極に関わっていくことであります。自分の国は人口構成上ですね、残念ながら今平均年齢だって45歳、老化は進んできています。だけども、ルールメイキングに関われば、元気な国に復活できるはずだと思います。明日は私はカナダのハーパー首相とお会いをしまして、 日本とカナダの EPA の交渉スタートの議論をいたしますあさってはソウルにおいて核セキュリティサミットに出ますあまりそれ以外の話はできないかもしれませんが日中韓の投資協定はもう実質合意しました投資協定の後は日中韓の FTA でありますこういう高いレベルの経済連携をしっかりと張り巡らしていくことそして 当然のことながら TPP もその中の視野に入っています。昨年、交渉参加に向けて協議に入ると申し上げました。現段階においては、交渉に入っている9カ国のうち6カ国が日本に対する支持を表明をし、アメリカとオーストリアとニュージーランドが残っています。私はこの TPP を通じて、 アジア太平洋の貿易の投資のルール作りに日本がイニシアチブを発揮する、その意義は大きいだろうし、日中間もやる、いずれは日米が中心となったルールメイキングに中国にも入ってもらう、インドにも入ってもらうという形でですね、まさに f t a プを実現をしていくということは、これは国益に私は沿うことだろうと思います。現段階においては、 協議中でございますので、あまり予断を持って言うことはできませんけれども、あくまで国益に沿って判断をしていきたいと思いますが、私はですね、あまりその心配論が多いんですね、心配論、多いことはよくわかります、さまざまなステークホルダーがいます、よくわかりますけれども、だけども、この国は現状に甘んじようと思ったら、私立ぼみになっていくんです。 勇気を持って未来を切り開いていくためにも、ここは土俵に登って、ですねしっかりと議論をしながら、国益に沿ったルールを作っていくことは大切ではないかと思います。あまり滑った話をすると、ですねまだ予算委員会もやってるんで、いっぱい質問を受けてしまうから言いにくいんですけれど、あのマインドとしては、ですね悲観することはない、弱気になることはないと思ってるんです。というのは、よく例えで申し上げるんですが、 TPP はビートルズと考えた場合に、日本はポール・マッカートニーです。ポールのいないビートルズはありえません。もちろんアメリカはジョン・レノンです。この2人がきちっとハーモニーしなければいけません。そういう気持ちで行くならば、それは諸外国にとっても日本がルールメイキに関わることはプラスなはずなんで、そういう視点を抑えながらですね、これから協議をしていきたいというふうに思っております。 今日より明日は良くなるためにやらなければいけないことはこのようにたくさんございますけれども少なくとも日本の人口はこれから減っていきます。だけども今いくつかの国の話をしましたがベトナムは今9000万人若い国です。これから増えます。最近民主化が進み国民の融和も進みつつあるミャンマーも人口6000万の国です。こういう国々の まさにこれから中間層が出てくる需要を取り込んでいくということを忘れては私はいけないのではないかというふうに思います。今日より明日を良くするために一番心がけなければいけないのは東日本大震災で被災をされた地域の復興でございます。この地域において今日より明日は良くなると思っていただけるようなことをやらなければ なならいいと思います私はかつて3年8ヶ月落選をして浪人をしたことがあるんですこの浪人中にですね一番自分の胸に響いた言葉は何の気なしにある日行ったある講演でございましたその講演の内容はどういう内容かというとですね 朝顔の研究をしている方のお話なんです。朝顔を研究している女性研究者の話です。早朝に朝顔が可憐な花を咲かせるために一番必要な条件は何なのかという研究をされているということでございました。で私は当然日の光だと思っていました。答えは違いました。あえて一番というならば日が当たる前の 夜の闇と夜の冷たさ。これが一番必要だということでありました。ちょうど浪人中でしたので、目から鱗のような気持ちがしました。自分は闇を知らなかったんではないか。闇が分かっているから、ほのかな明かりというものが嬉しいと感じることができる。冷たさを分かっているから、ぬくもりが本当にありがたいと思う。 その時、浪人中心に響いた一番の言葉でありました。私は今、被災地の皆さんにとって、冷たさと暗さを経験し、ほのかなぬくもりと、ほのかな温かさを求めている方がたくさんいらっしゃると思います。そういう感情に寄り添っていく日本でなくてはいけないと思います。幸いにして、多くの国民の皆さんは、すぐに現金を送り、そして、 多くのボランティアが入りましたその思いを持続可能なものにしていくことが国として大事だと思っておりますそれは具体的に言うならば広域処理です災害廃棄物が宮城県では19年分溜まってる岩手県では11年分溜まってるその瓦礫が近傍にある限り 今日より明日はという気持ちに転換することはできません。もちろん、被災地でご努力をいただいておりますけれども、これは多くの自治体において、助け合い、支え合いの気持ちでご協力を今呼びかけています。今日は民間企業の皆さんもいらっしゃいますけれども、焼却施設などを持っているところは、ぜひご協力をいただければというふうに思います。震災後、日本を訪れた 外国の方が一番感動したというのは、冷静に秩序だって行動している被災者の皆さん、それを懸命に支援しようとしている官民挙げてのさまざまなスタッフの皆さん、その姿に気高さを感じたという方がいらっしゃいました。戦前、フランスの大使館にいた方が、名言を残していますす戦前ででから日本は貧乏な時代です。 フランスの性格がどうか分かりませんが、日本はボーブルだけどノーブルだと、貧乏だけど気高いと言ったそうです。その後、我々は豊かさを経験をし、貧乏ではなくなったけれども、もしかするとノーブルも忘れていたのかもしれないと思っていましたが、どっこい DNA として、そのノーブル気高さを持っていました。私は被災地への支援、寄り添うということは、 経済的な面だけではなくて、精神的な面においても、私は日本にとっては極めて重要だと思います。当然のことながら、政府は先頭になって、この復興を果たすべくスピードアップをしていかなければいけないと考えている次第であります。さて、こういういろんな課題申し上げました。経済に関わる問題、あるいは国際社会との関連の問題、復興の問題、それぞれ一つ一つ、 やりり遂げていいかなななければならない課題でありますだけども、私がそれらをやり遂げるには乗り越えなければならない一つのハードルがあります。それは、社会保障と税の一体改革であります。昨年の8月末における民主党代表選挙に5人の方が立候補し、私だけ明確にこの一体改革の必要性を訴えました。 勝てると思いませんでしたが、勝てました。そして、その後、一体改革の提案に基づいて、素案をまとめ、対抗として閣議決定をしました。丁寧な議論を積み重ねてきたつもりであります。今も、党内で、かんかんがくがくの議論がありますが、基本的には、この対抗に沿っての議論をしていただいていると思います。万万が一にも、 シャブ代返しをして交代させる議論はないと思います。基本的には、対抗には、法案はこの年度内に提出すると書いてあります。その線に沿っての丁寧な議論が今、行われていると思います。年度内に何としてもこの法案を提出をしなければ、国会の審議で与野党で向き合って決勝を行う前に、準決勝敗退です。そんなことははあっては なならいいと思っています社会保障と税の一体改革は、もうここにいらっしゃる皆様はご案内のとおりで、社会に説法のようにあれこれ言うつもりはありませんけれども、待ったなしの状況であります。特に社会保障においては、人口がピラミッド型の構造から逆ピラミッドへと急変をする中で、どうやって持続可能性を担保していくか、これは早く手をつけなければなりません。 給付においても負担においても公平性が必要です。支える側が一人、支えられる側が一人という肩車の社会に移行をしているときに支える側を何のケアもしない社会保障では持続可能ではありません。これまでは給付は高齢者中心、負担は現役世代中心でした。だけども子育て支援等、 現役世代にも恩恵を感じてもらえる社会保障へと転換をしていかなければならないわけであります。そして負担の方も現役世代中心で保険料や所得税だけに頼っていくならば、これも持続可能性は担保できません。むしろ現役世代だけではなくて、将来の世代のポケットに手を突っ込んで、赤字国債という形で借金で賄っているのが現状です。 欧州の債務基準危機は対岸の火事ではありません。財政規律を守りながらいかに社会保障を持続可能なものにしていくのかという発想からすると、これは消費税を安定財源として当てていくということに国民のご理解をいただいていかなければなりません。今日より明日は良くなるというそういう社会を作るためには将来の不安、 これは一番はやっぱり社会保障の持続可能性だと思います。その不安を取り除くことが何よりもこの国にとっては必要であるということを苦い薬かもしれません。痛い注射かもしれません。でもその効用というものを国民の皆様に真正面からお訴えをしてご理解をいただくそういう政治をぜひ実現をしていきたいと思います。昨年の夏、 イギリスのエコノミスト誌に載ったある記事は衝撃的でございました。イラストはメルケルとオバマが出てるんです。メルケルは着物を着て、かんざしをさしていました。隣にオバマが和服姿です。後ろには富士山でした。タイトルは日本化する欧米諸国ということですね。日本化する。 サブタイトルは、債務とデフォルトと政治の麻痺です。当時は、アメリカは債務上限問題、欧州は今も引きずっていますが、欧州債務の問題、債務危機の問題、その問題をずっと先送りして対象両療で解決のできない欧米。それに対して、そういえば、そういう国があったなと、政治が麻痺した国が、バブル崩壊後、やるべきことがあるけども、進路を示せないで、 ずっと先送りしてきた、そういう政治をやってきた国があったな、という扱いで日本が出てたわけです。私は一番やりたいことは、やらなければならないことを先送りをする政治との決別であります。政権与党として、苦しいことでも切ないことでも、国民の皆様にご理解をいただいて、政治を前へ進める決断をする政治であります。 世論はすぐついてこないかもしれない。厳しいかもしれない。でも、世論を先導する政治であります。今の日本で一番怖いことは、災害、もちろんそうです。欧州の問題、北朝鮮の問題、イランの問題、様々な危機はあります。内外ともに大きな危機があります。 でも、そういう危機がこれからもあるでしょうが、それに対して、自分たちの判断をする、決断をする政治、それができるかどうかだと思います。今回、最後にこの一体改革のお話を申し上げたのは、決断をする政治の象徴的なテーマです。ここで決断をし、政治を前進させることができなかったならば、 野田内閣の存在意義はありません不退転の決意で、政治生命をかけて、命をかけて、この問題を前進をし、この国会中に成立をさせる、そういう意気込みで、これからも頑張っていくことを皆様にお誓いを申し上げて、約30分、最初にしゃべれというお話でございましたので、私からのまずは冒頭のご挨拶にさせていただきます。 あとは皆様からどうぞ、忌憚のないご意見、ご提言を頂戴できればと思っております。ごご清聴ありがとうございました